それでは第一部開演でございます。皆様おなじみの車座の皆さんです。それじゃあ車座の皆さんよろしくお願いいたします。Thank you.
知ってるわね。早口言葉知らないの？知ってる。知ってるわよ。あれでしょ、ほらあのベラ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 ってめちゃくちゃ早く言うやつでしょ。そうだけど、じゃあ知ってるの一つやってみて。私がやるの？やるわよ、分かったわよ。何でもいいからやればいい。
どんどん言ってみるわよ。あのさ、まずかったね、旅館の朝飯。それより、表の景色いいね。ここ、安住の。の。有名の火事さ、放火だって。放火。前に走ってた、あの家。でも見たくないな、焼け残った。焼
昨日タコ見てきたのよね。え、タコ？タコ見てきたの。タコなら私持ってるわよ。嘘、どこに？うちに。この間腹っぱであげたらすっごくよく上がったんだから。タコはこよくのよくこんな風に。大丈夫マッキー。タコはあげるのよこんな風に。違うわよ、ちゃんと水族館で見てきたんだから、こよくのよくこんな風に。
これから出かけなきゃならないんだけど、またお酒を飲まれる方はまたまあ、悔しい悔しい悲しい。なら倉庫に鍵をかけておけばいいってそう言いたいんでしょ。バカ言わないでよ。鍵を買うにはお金がいるのよ。そのお金が欲しいじゃないのよ。なんとかお酒を飲まれないようにして出かけなければならない。よし、まずルッキーを呼んで呼ぼんでやった、おーい、ルッキーくん。あれ？ルッキーちゃん。あれ？ルッキー？おなんでしょう？団長、チャンス見たらパッと縛るんですよ。そうですよね、ルッキーのはチャンスだ。
ていただきます。